こんにちは、コーチングアーツです。こんにちは、コーチングアーツです。よくわかる技の伝承、解説続けてまいります。はい、序章の運動伝承の道の今日5節ですね。5節からの解説でございます。5節の中で、事前にね、1回ぐらいまたは2回目通していただいて、こいつ何を言うんだろうということでね、耳を傾けていただくのが一番よろしいかもしれないんですけど、この中で私が引っ張りたかったキーワード、ちょっと2つをね、1つにまとめてあげますが、この言葉ですね、源流と体系化、この言葉をピックアップさせていただきました。源流と体系化、何の源流で何の体系化なのかということで、話を3ボードかけてまず進めるわけでございますが、ご説まず表題で共有しましょう。身体修練の主題化ということ、いわゆるテーマ化ですよね。もっと分かりにくいな、いわゆる、おーみんなー、この動きを学ぼうじゃないか、こんなことです、ね、いわゆる学ぶ対象として、ね、テーマとして人間の動きというものがこう取り出されるということですね。身体修練の主題化、人の動きというものが学ぶ対象として抜き出される、ね、こういう、ね、体の動かし方、みんなこうやって動くんだって言った時点で、これは動きの、ね、学ぶ対象を、ね、主題化、テーマにしたということだねと。果たしてこんな動きが人間の社会の中でいつ起きてきたんだい、源流ですね。そしてカテゴリーとして、またカラキュラムとして、これをこうやってやるとこういう種類の運動ができていくんだよ、ね、走る、いわゆる歩く、歩き方、走り方、飛び方、いろんな形で動きの形態が整頓されてきますよね。学ぶ対象としての、修練対象としての、トレーニング対象としての、はい、そういうことを言ってます。はい、じゃあそれどうなのっていうのを解説してまいりますが、前提としてまた硬い表現で、教科書から抜かせてもらってるんですが、身体修練という時点でね、まあ、源流と体系化という時点で、その前提ですよね。何があるか、達成目標としての修練対象の定義と共有、まあこれ言っちゃいましたけどね、言葉で言うとこんなことですよ。達成目標としての修練対象、あの動き、この動き、あの走り方、あの飛び方、この投げ方っていうのは、お互い、ああそれですか、その動きねって、これ定義ですね、定義とも言っていいでしょう。そしてそれが分かる、じゃあやってみますよ、教えてよ、教えるよとなったですね、共有化されてますよね。こういう人間的な行為、言語を覚えるのと同じで、あの動きを学ぶっていう形で動きが修練対象になりました、共有化されましたよね。はい、これを、こんな現象、人間外の現象をテーマとしてあります。はい、共有というと、教育、訓練、トレーニング、練習、稽古、はい、こういった生活シーンが全て、含まれてきますねということ、これ分かりですよね。でその前提として、これ分子分母みたいな線引きさせてもらってますけど、こういうことができるということは果たしてどういうことなの、ね、ちょっと哲学的かつ金子運動学的に申し上げると、思考的運動感覚図式、ね、これはちょっと硬いですけども、私言いましたね、あの動きよ ね、天井に指が届くための、ねね、膝関節と足関節と足指の踏ん張り方みたいな、はい、つま先上げてみたいな、背伸びしてみたいな、それは思考的運動感覚ですよね。思考っていうのは、ね、このお分かりの通り心が向くってことです。じゃあ思考的じゃない運動感覚ってちょっと私再現してみますよ、ね、アホみたいな話ですよ。思考的じゃないやり方、ね、バカですよね、これ思考的じゃないです、何の目的の意味も何もない衝動というか、うん、思考の対義語は衝動でしょうか、反射でしょうか、ね、意味目的、人間的なこう目的意識を持たない
ただの生体反応みたいなものは思考的運動感覚ではないですよね。ちょっと伝わればと思います。はい、いうふうに目的がある何がしか動き、はい、それにあるそれを作るための動きの感覚がここ大事なんですよ。命名と類型化なんです。え、はい、足元で言うと歩く、走る、飛ぶって人間の移動様式の三要体でしょ。歩く、走る、飛ぶ、言語を当てられてますよね。で、どんな動きかって言葉で想定しますよね。はい、これが、はい、命名と類型ができてますよね。あ、そんなことなんです。当たり前のことなんですよ。聞けば当たり前じゃん。なんだけど当たり前で無意識化している何かものを、あ、きっちりとそれが人間の認識構造として、うん、またはトレーニングとか学習教育のきっかけとしてルーツとして存在してるんだな、うん、その辺を見たいだけです。源流と体系化は分かりますね。だから哲学的なというか、あ、生物人間学的な見方をしないとやはりなかなか浮かび上がってこない認識だなということが改めて理解していただけるんじゃないか。はい、その源流と体系が何度も申し上げますがこの話でございます。さらに例を挙げましょう。もうちょっとね、ちょっと文化的な例、当たりますよね。芸道、武道、芸道っていうのはいわゆる舞踊とか日本舞踊とかね、やったことないですよ。これも形式があるでしょ、うん、だし茶道なんか道教の道がつくと茶道ってお茶の世界でしょ。座り方からこうたしなみというか、私あのしようと言ってますよ。全部型があるじゃないですか。ほうほうほう、なるほど。これもやり方の命名と類型化されてますよ。武道で言えば技のバリエーション、まあ型も含めて技のバリエーションになるでしょうし、思った。だそのこと自体が全部運動にまつわる、修練対象にまつわる文化体系になってるわけですよ。言われるのが最もなんですよ、うん、だからこれやんないとねちょっとこっち進まないんで、これだけで話終わりませんからね、うん、もうちょっと本当の源流行ってみたいと思いますから。その中でよくあるのは虎の巻で、てて虎の巻を手にしたみたいな、うん、なんか書いてあんのか秘伝がと思うじゃないですか、うん、書いてあるんだけどなんかあのよしみたいな、因果を与えるみたいな、それだけかみたいな、因果を与えるそれだけかみたいな、そんなもんなんですよね。だから何が申し上げたいかというと、そういう命名と類型化と種類とバリエーションだったり型があるものの、結局のところやっぱり口伝じゃないですか。真にこう言葉で習って覚えるみたいな、ね、以心伝心、結局そっちに帰るわけですけど、言葉でそういう認識、修練対象が認識化されて命名化されているものの、やっぱり旧来は、ね、維新伝心であり口伝みたいなものが相変わらず今でも中心だったりする。それはそれで認めていきながら行くわけでございます。でも運動学はそこは良しとしませんから、そのブラックボックスをなんとか少しでもこじ開けてみて、共有剤としてやっていこうじゃないか。それが本当の良い教育、良い訓練、より良いトレーニングからプラクティス、練習から稽古につながるんじゃないか、そういうまさにルネサンスをねなそうという目標でございますから、はい、この1枚目よろしいでしょうか。これで終わりと思いきや、右下説明してない一番言いたいことこれなんですよ。申し上げました、命名と類型化と申し上げました。命名と類型化っていうことは、名前、言語を媒介として命名されるわけですよ。動き、技のパターン、バリエーションに名前がつくわけです。真剣白羽取り、ね、これもそうでしょ。何が言いたいかというと、いわゆる人間の動きと思考と言語、この3つが切って切り離さない側面ですよね。ですから命名、動きに命名化されれば、それで ああいう動き方でこうやってやるんだ、この順番でやるんだ、ここを力入れて、ここ力、ね、ここ力入れて、そしてここで力抜いて、そしてリズミックにやるんだ、という抽象的思考が始まりますね。
それをきっかけとして、そして動きが生じますね。確かにそうだ、ね、いわゆる言語化、共有化、もっと言うとこれに出版が来るんですけどね。そして今のデジタル世界に行きますけど、言語によって思考が働き運動も変わるという関係。また逆に人間の場合は動いて、そして動きによって感性知覚が働き、それによって思考が生まれ、最後がそれは言語化するという、はい、この3つの働き全部双方向です。これ言語と思考と運動のもうがんじがらめな人間の認知認識世界、もちろん運動学習世界、トレーニング含めてよくよく感じいる、そして理解することが非常に有効だなと思うわけでございます。そのど真ん中ね、ドーンと一つ物妄想というのがこの金子運動学の世界なんで、非常にこう意味とね面白さを感じるわけでございますが、はい、ここからじゃあ指導コーチング現場でどういう発想に行くのがいいのかなというと、一見離れたもののように思われるんですが、どれほど問われた運動表現力、スポーツパフォーマンスに対してですよ、言語が有効に一見間接的ですけどね関わってるかということはよくよく理解されると思います、うん、なんとなしなそういう世界をもう少し具体的に使える形で認識していく、そして利用していく時代を思う気持ちがとても強いですね、正直言うと、はい、ではこの皆さんの理解をもとにボードの2枚目に行きます。源流に遡りましょう。少なくとも源流、金子運動学マイネルにおいても源流、はい、2枚目ね、お待ちください。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。